クレートン大学は、アメリカ合衆国ネブラスカ州オマハ市にキャンパスを構えるイエズス会系の私立総合大学、1878年創立、ボストンカレッジやジョージタウン大学などとともに、イエズス会系大学協会に所属する27校のうちの一つである。同学は、オマハのダウンタウン、国道75号線と、週間高速道路480号線の交わる、 ジャンクションの北東角に132エーカーのキャンパスを構え約8000人の学生を抱えている。公明は初期のオマハにおいて死の基礎を作り上げた銀行家ジョン・クレイトンから付けられた。クレイトンの妻メアリー・ルクレシア・クレイトンは博愛主義者として知られ、夫の名を冠した大学の見学のために20万ドルを寄付したネブラスカ州や 近隣の諸州を含めたアメリカ合衆国中西部のウェストノースセントラルと呼ばれる地域においては、シュートリンカーンに本部を置く。ネブラスカ大学や、アイオワ大学、カンザス大学、ミズーリ大学、ミネソタ大学など州立大学が優勢であるが、その中にあって、クレイトン大学は高い評価を受けている。この地域においては、数少ない私立大学の一つである。US ニューズ ワールドレポート誌が毎年発表している大学ランキングにおいては、クレイトン大学は中西部の地方区の大学の中で常に1位に評価されていた。2020年に全米区の総合大学にカテゴライズし直され、100位前後という評価を受けている。同学は教養学部、経営学部、看護学部、私学部、法学部、医学部、 薬学部の7学部と大学院を有する一般教養において評価が高い。クラスサイズは概ね小さく、学部における全講義の半数以上は学生数29人以下である。クレートン大学のスポーツチームはブルージェイズと呼ばれている。ブルージェイズは男子6チーム、女子8チームを持ち、NCAA のディビジョン I に属するビッグイーストカンファレンスに所属している。 特に男子バスケットボールチームは強く NCAA トーナメントの常連校の一つである。また男子サッカーチームも強く1992年から14年連続 NCAA トーナメントに出場し2000年には全米準優勝 MLS にも多数の人材を送り込んでいる。なお、クレイトン大学はフットボール部を持っていない。クレイトン大学は 日本のイエズス会系私立大学である上智大学と交換留学協定を結んでいる。ありがとうございます。